ちは、目元プロデューサーの柿内彩子です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、インスタの方に来た質問で、まぶたのむくみを取ることでまつげが上がるんでしょうかという質問がありました。答えはあります。まつげが上がることはあります。それがなぜかということをですね、ご説明させていただき、その方法、上がれるようになるようにする方法をですね、お伝えしたいと思いますので、今日もよろしくお願いします。まず、まぶたのむくみを取るっていうことで、まあ、まつげが上がる理由としては、まぶたって形状が変わるとまつげの毛穴の位置も変わるんですね。なので、例えばもうこのまぶたがね、重く老化とかでたるんできたりとか、むくんだりすると、こうやって下向くとまつげの毛穴が下に向くの分かります？で、逆にむくみが取れたらシュッてなると、ちょっとまぶたを上げるだけで毛穴の位置が変わるの分かります？ピュッとぴょこっと数ミリ持ち上げただけでまつげがぴょこっと見えます。毛穴の位置がね、毛穴の位置が変わるとまつげも上がって見えるので、むくみを改善したり、痩せただけでまつげが上がる方とかもいらっしゃるので、日々の土台作りってすごく大事です。で、特に目元って1ミリ変わるだけでもう印象がガラリと変わりますので、日本人は特に下向きまつげと言われているので、やっぱり上向きのまつげの方が印象的にも明るいですし、若々しく見えますし、生き生きして見えますので、どうかね、1ミリでも上向きまつげを作っていただきたいので、その原因がむくみとかだったらすごくもったいないです。なので、ケアをしていただきたい。もちろん温めもそうなんですけども、相棒の方とかでコリをね、潰すマッサージ法みたいなのをお伝えしたことがあるんですけども、それをですね、しっかりコリを取っていただいたり、シャンプーする時とかにもマッサージをするだけでも、皮って1枚の皮でつながってますから、やっていただきたいなと思います。今ね、まぶた動かしたと思うんですけど、まぶたが乗ってきて下になる場合、毛穴の位置が下になる場合、すごくもったいないので、一気にさせてほしいなと思います。じゃあ、私がいつもスキンケアの時にしているコリつぶしマッサージっていうのを、目元のマッサージをですね、ホンマテッカ TV でも結構反響が良かったので、よかったら一緒にやってください。このようにですね、グーしていただいて、こういったコリを捉える硬い部分をコリの上に乗せていただくっていうことが大事で、第一関節をですね、眉頭の上にトントン置いてですね、ずっと眉山ぐらいまでグーッと、眉の上に無数のコリがあるんで、コリ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 すると思います。で、眉尻まで見てきます。で、側頭筋のあたりですね、ここもですね、しっかりほぐしてあげる。もう痛い方多いです、疲れてる方ね。この辺もいろんな眼輪筋があるので、コリがたまりやすいです。側頭筋やったら、次目のくぼみですね。このくぼみ、骨のところですね、との間をですね、ぐっと第一関節を入れていって、目頭までいって、乳液とかつけて私はマッサージを行うんですけど、これだけでパッと目も広がりますし、血行も良くなるので、たっぷりなクリームでですね、やってあげると目元がむかんでたものがパッチリします。まあ、ちょっと番外編になるんですけども、鼻の横とかこのほうれい線のあたりとかもコリってすごくたまるので、この辺とかもしっかりやっていただくとスッキリ感が違ってくるので、むくみを取ってあげてもらえたらなと思います。こういったね、相棒とかも使っていただくのも良しですし、コリとか血流が悪くなるだけでどんよりしてきますし、朝一むくんだ時にマッサージケアっていうのをしていただくと、もう断然違ってくるので、目元のケアっていうのをしっかりしてあげてほしいなというふうに思います。すごくピンポイントでついてきていただいた質問だなと思ったんですけども、まぶたのむくみを取ることでまつげが上がることがあるかということで、正解はありますということで、本当にお客さんでも見てます。なので、このむくみを改善するっていうのは、まつげの方向も変えてしまうということを今日覚えていただいたらなっていうふうに思います。自分が綺麗になるきっかけになることがあるので、ただ単にむくんでるな、なんか下に下がってるなって終わるんではなくて、疑問を疑問で終わらせないで、質問していただくことで解決に導くことがあるので、皆さんご質問たくさんいただきたいなと思います。 YouTube のチャンネル登録もしていただきたいんですけども、まあ、チャンネル登録してない方インスタでもいいですし、ただインスタは結構バーッと来てしまうとコメント見逃すことがあるので、できるだけ YouTube の方のチャンネルのコメント欄にご質問していただくと、できるだけのことを答えていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。